生。はい。今何されてますか。今エコーで遊んでるところ。どうしたの。ちょっと力学的負荷と組織学の結びつけが難しいんですけど。オッケーオッケー。考えてるのは、あの痛いところは先生にさせてもらったら分かるやん。でそれをアトラスとかアプリとか解剖書見たら分かるんやけど、あと6つの力学、引っ張って痛い、圧縮して痛いのか、曲げたら痛いのか、それとも先端これずれて痛いのか、ねじられると痛いのか、それとも複合的に圧縮とねじりが加わったりとか、この6つの負荷で俺は考えてて、その組織がどういうシチュエーションになってるかっていうのを考えて、まあ、前回やったら圧縮負荷やなっていう感じで考えてたっていう感じかな。私この6つに分ければ、うん、その治療の方針も決まってくるというか、そうどのストレスを取ればいいかちょっとイメージつきやすいので、うん、その参考にまた考えてみます。ありがとうございます。はい。